ロベルト・バウティスター・アグートは、スペイン・カステリオン・デ・ラ・プラナ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス9勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス9位。身長183センチメートル、75キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。足の速さを生かした広いコートカバーリングが特徴。 2016年上海マスターズ男子シングルス、準優勝。2013年県内オープン準々決勝で、世界ランキング6位のトマーシュベルディハを75、26、63で倒し注目を集めた。ハイネケンオープンでベスト4に進出。全豪オープンでは2回戦で、第5シードのフアン・マルティンデル・ポトロに4から6、6から3、5から7、6から4、7から5で勝利。 3回戦で、ブノワペールを破り4回戦進出。4回戦で、グリゴールディミトロフに破れるも、グランドスラム自己最高成績を残す。デビスカップ2014では、ドイツ戦で、スペイン代表に選ばれるも2敗。オープン13では2回戦敗退。ドバイテニス選手権では2回戦で、世界2位のノバク・ジョコビッチに破れる。BNP パリバオープンでは2回戦で第4シードの、 トマーシュベルディハに4から6、6から2、6から2で勝利した。3回戦で、ヤルコニエミネンを破るも4回戦、エルネスツグルビスに破れる。マドリードオープンでは、第16シードのトミー・ロブレド、フェルナンド・ベルダスコ、ルカシク・ボット、サンティアゴ・ヒラルドラを倒し、準決勝で、ラファエル・ナダルに破れるもマスターズ1000初のベスト4に、進出。 6月21日トップシェルフオープンではベンジャミンベッカーを倒し ATP250 シリーズ初優勝。全仏オープンでは第27シードで出場。3回戦に進出。7月13日メルセデスカップではルカシュロソルを倒し2勝目を飾った。第17シードで出た全米オープンは4回戦まで進むもロジャー・フェデラーに敗れる。月日のランキングで 自己最高の14位にランクインされる。シーズン後、ATP Most Improved Player Award を受賞。全豪オープンは、第13シードで出場するが2回戦で、ジル・ミュラーに敗れる。ウィンブルドン選手権では4回戦に進出し、ロジャー・フェデラーに2から6、2から6、3から6で敗れた。全米オープンでは3回戦で、ダビド・ゴファンが棄権したため、 グランドスラム3回目の4回戦進出。4回戦では、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに3から6、6から4、4から6、3から6で敗れるも、第2セットを奪った。全豪オープン前哨戦のエ A ビークラシックでは、準々決勝で、世界ランク11位、ジョミズナーに、準決勝で、世界ランク10位のジョー・ウィルフリード・ツンガに勝利。決勝では、ジャック・ソックが、 途中棄権したため、ツアー3勝目を挙げた。全豪オープンでは1、2回戦をフルセットで勝ち上がると、3回戦で、第12シードのマリンチリッチに6から4、7から6、7から5で勝利し、2年ぶりの4回戦進出。4回戦では、第6シードのトマーシュベルディハに6から4、4から6、3から6、6から1、3から6のフルセットで敗れた。 2月のソフィアオープンでは、決勝で、ビクトルトロイツキを63、64で破り、今季2勝目を挙げた。全仏オープンでは、初めて4回戦に進出。4回戦で、ノバク・ジョコビッチに敗れた。ウィンブルドンでは3回戦で、バーナード・トミックに敗れた。全米オープンでは3回戦で、リュカ・プイユとのフルセットの試合で、6 3、5 7、6 2、5 7。 2から6で破れた。上海マスターズでは準決勝で世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを6から4、6から4で破り、ATP マスターズ戦で初の決勝に進出。本人にとって初めての世界ランク1位を撃破した瞬間になった。決勝では第2シードのアンディ・マリーに6から7、1から6で敗退し、優勝とはならなかった。 その後世界ランクを自己最高の13位に更新した。この年、レースランキング14位となり、ATP ワールドツアーファイナルズの交代選手の2番手に選出された。ただ、出場機会はなかった。年初のチェンナイオープンで順当に勝ち上がり、決勝に進出。決勝でダニール・メドベージェフに勝利し、5勝目を挙げた。前後オープンでは2年連続4回戦進出し、 世界ランク3位のミロシュラオニッチに敗れた。全仏オープンでは4回戦で、第3シードラファエル・ナダルに敗れベスト16。ウィンブルドン選手権では3回戦で、第9シードの西コリ・ケイに勝利を収めるが、4回戦で、第7シードのマリンチ・チリッチにストレートで敗北。8月のウィンストン・セーラムオープンでは決勝に進出。決勝戦でダミル・ジュムールを、ストレートで下しツアー6勝目。 今季に勝目を挙げる。全米オープンでは第11シードとして出場3回戦でフアンマルティンデル・ポトロに敗戦しベスト16。年間最終ランキングは20位で終える。全豪オープンこそ初戦敗退だったもののエイズビークラシックでは決勝でフアンマルティンデル・ポトロにドバイテニス選手権ではリュカプイユに勝利し優勝。 シーズン初戦のカタールオープンでは準決勝で、ノバク・ジョコビッチに3から6、7から6、6から4で勝利する、対金性を上げ、決勝で、トマー・シュベルディハに6から4、3から6、6から3で勝利し、優勝を飾った。全豪オープンでは、第22シードで出場し、1回戦で今季で引退を表明しているアンディマリーに6から4、6から4、6から7、 6から7、6から2のフルセットで勝利し、3回戦で、第10シードのカレン・ハチャノーフ、4回戦で、第6シードのマリン・チリッチといったシード勢に勝利、したが、準々決勝でステファノス・チチパスに5から7、6から4、4から6、6から7で敗れた。マイアミオープンでは、ジョコビッチを下し、ベスト8入りした。ウィンブルドン選手権では準々決勝で、 ギドページャを下して初のベスト4入りを決めた。準決勝ではジョコビッチに2から6、6から4、3から6、2から6で敗れた。その後、ロジャーズカップでは準々決勝まで進出したがガエルモンフィスに敗れた。次のウエスタンサザンオープンでも準々決勝でリシャールガスケに敗れたが、8月19日付のランキングで10位となり、31歳で、 初のトップ10入りを果たす。全米オープンでは、ミハイル・カク,クシュキンに1回戦で敗れた。上海マスターズでは2回戦で、マッテオ・ベレッティーニに敗れた。パリマスターズでは、初戦で、アレックス・デミノーニにセットタイブレイクにもずれ込んだが、敗れ、レースランキング8位のベレッティーニを逆転できず、ATP ファイナルズは補欠に回ることになった。しかし、その後のデビスカップで、 母国スペイン代表として決勝でカナダのフェリックス・オジェアリアシムをストレートで破り優勝に貢献することができた。大会開催中に父親を亡くしたがその逆境にも負けずにシーズンを終えることができた。年間最終ランキングは9位。ATP カップではラファエル・ナダルと共にスペインの2番手として出場。スペイン代表の準優勝に貢献した。全豪オープンでは 第9シードで出場し、去年同大会で下したマリンチ・リッチに3回戦で、フルセットの熱戦の末に敗れた。その後は、新型コロナウイルスの蔓延により、ツアーが中断、減少した。ツアー再開後のシンシナティマスターズでは、第8シードとして出場。第11シードのカレン・ハチャノフと第3シードのダニール・メドベージェフに勝利し、マスターズベスト4入りを果たした。 準決勝では第1シードのノバク・ジョコビッチに敗れた。全米オープンでは第8シードで出場。1回戦でテニーズ・サンドグレン、2回戦でミオミル・キツマノビッチを下したが、3回戦でバセク・ポシュピシル25から7、6から2、6から4、3から6、2から6のフルセットで赤敗。全仏オープンでは第8シードで出場し、3回戦で 第17シードのパブロ・カレーニョ・ブスタに4から6、3から6、7から5、4から6で敗退。年間最終ランキングは13位。ATP カップでは準決勝進出。イタリアのマッテオ・ベレッティーニに敗れた。全豪オープンでは第12シードで出場し、1回戦敗退。その後の南フランスオープンでは決勝まで進出。ダビド・ゴファンに敗れた。 カタールエクソンモービルオープンではドミニク・ティエムやアンドレール・ブレフといったトップ10選手に勝利を収めて決勝進出を果たしたがそこではニコロズ・バシラ・シビリに敗れたマイアミオープンでは準決勝まで進出準決勝ではヤニック・シナーに敗れた全仏オープンでは第11シードとして出場2回戦で敗れたウィンブルドン選手権では 第8シードとして4回戦進出。第10シードのデニス・シャポバロフに1から6、3から6、5から7のストレートで敗退。全米オープンでは第18シードで出場。1回戦ではニック・キリオスをストレートで圧倒したが、3回戦で第12シードのフェリックス・オジェアリア・シムに3から6、4から6、6から4、6から3。 3から6のフルセットの熱戦の末に敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。